サルバドール・アジェンデ、サルバドール・ギジェルモ・アジェンデ・ゴスセンス、サルビダ・ギレルモ・アジェンデ・ゴズンス、1908年6月26日から1973年9月11日は、チリの政治家、1970年から1973年まで、同国大統領であった。1908年に、チリの港町バルパライソに、バスク系の移民の子孫として生まれる。 父方にはフリーメイソン、世俗教育支持の地が流れており、1891年の内戦では普通選挙と、世俗教育と労働社会級の折り下推進を主張するバルマセダの側で戦った。一方の母方は敬虔なカトリックの家系で、1891年の内戦では反バルマセダの側についた。こうした家庭内の対立がアジェムでの内戦権を 武力権をの要因になっていたとする説が有力である。そして点々と引っ越しを繰り返しながら様々な背景を持つ各地の子供たちと接した後、16歳の時に通常よりも早く学校を卒業した。この時すでに地理社会の不平等を感じていたアジェーンでは、大学入学を1年遅らせ、陸軍機兵連隊に正式に入隊した。そして、 軍隊の中で様々な階級の者たちと直に接する、経験を積んだ後、地理国立大学の医学部に入学した。地理国立大学医学部を卒業した後に医師になった。医学生時代は、病院の遺体安置所と、精神病院でアルバイトをする間に、地理社会の貧困に直に接した。また、医学生時代には、政治活動を始めており、 言論の自由をテーマに演説を行った際に、聴衆の大喝采を浴び学生のリーダー的存在になっていた。博士論文では、精神病院で働いた経験をもとに、精神衛生と犯罪をテーマに執筆したが、そこで彼が提案したことは、公的医療制度の創設や衣食住と教育の問題、国家の役割の拡充など、後に彼が議員として主張することと、 共通する点が多い。下界になったアジェンでは、病院の遺体安置所の助手として、遺体の洗浄と検視に従事し、そこでも貧困に接することになった。そして1933年に、死理社会党結成に参加し、1935年には、フリーメイソンに入会した。そして1937年に、国会議員、会員に選出された。当時の地理では、 社会保険加入率が13%、労働者の収入の87%が移植中に消えるというありさまだったため、アジェンでは国会で病院に搬入される病人の中で暖かさと住居だけを必要としている病人が多すぎるとして政府の医療法案を徹底的に批判した。1938年に急進党を中心とする人民戦線政府が樹立されると、 その翌1939年にアジェンデは保健大臣として入閣し医療施設の建設を柱とするプロジェクトを推進した。さらに、この時期からアジェンデは地理の天然資源に対する試験を回復するための法案を提出していた。1945年には上院議員に選出されたが社会党の独善的体質を批判していたアジェンデは社会党指導部から指名出され、 以後、二度と社会党の役職に就くことはなくなる。そして1948年に、新米政権が共産党を非合法化して、共産党指導部を強制収容所へ送ると、アジェンデは国会の場でマルクス主義を信奉する、革命語る我々に明日にも適用されるだろう。今日の社会的組織の自由は見せかけに過ぎない。実際に自由なのは、権力と生産手段を支配する。 ごく少数のものだけであるとして、当時の政権を徹底的に批判した。また当時、チリの鉱物資源の価格は米国が決めており、チリは低価格で、米国に売らざるを得ない立場にあった。しかも、米国以外には銅を売らないという取り決めに、チリ政府は同意していたため、そうした状況も批判的に指摘した。1951年には演説の中で、低開発が存在するのは、 帝国主義が存在するからです。そして、帝国主義が存在するのは、低開発が存在するからです。と、反帝国主義の姿勢を明確に示した。アジェンデが初めて大統領選に出馬したのは、1952年のこと、社協連合の統一候補としてであった。だが、当時は、左派弾圧の記憶が生々しく残っていたこともあり、アジェンデは、 得票率五点六パーセントで惨敗を喫した。そして九百五十六年、社会党と共産党の連合である人民行動戦線、フラッペが結成されると、その統一候補として九百五十八年と九百六十四年の大統領選に出馬した。九百五十八年の大統領選では二十八八点パーセントの得票を得たが、ホルヘ・アレシサンドリ、 独立右派と、わずか3万票、得票率で3ポイント足らずの差で当選を逃した。冷戦下、資本主義陣営の名手を辞任するアメリカ合衆国は、アジェンデを脅威とみなし、1964年の大統領選に向け、アジェンデの対立候補、キリスト教民主党のエドアルド・フレイに、大々的な密支援を提供するという謀略に着手した。最終的に、 1964年の選挙戦でフレイン営が費やした資金の半分以上をケネディ政権及びジョンソン政権下の CIA が負担するという結果になった。一方のソビエト連邦はキューバ危機以降はラテンアメリカは米国の所有物との考えを非公式に受け入れていたためチリの選挙には干渉しなかった。1964年の選挙ではアジェンでは 得票を39.9%まで伸ばしたものの、対立候補であり、治療進歩のための同盟による開発計画のモデル国家とすることを目指していた、エドアルド・フレーモンタルバが、右派の国民党と中道のキリスト教民主党の一致した支援を受けたため、大差での敗北となった。だが、アジェンデの敗北の最大の要因は、何といっても、ケネディ政権及び、ジョンソン県による、 対チリ選挙干渉だった。フレイ陣営は、1964年の選挙戦で、費やした資金の半分以上を CIA から受け取っていた。CIA はアジェンデを鬼として描くプロパガンダも、大々的に展開した。チリを、進歩のための同盟へのモデル国家にしようと目論なのも、ジョンソン政権である。とりわけ、CIA が、秘密裏に注入した、資金援助が効いた。 1958年の大統領選でフレーが獲得した票は20.7%、1961年の国会議員選挙でキリスト教民主党が獲得した票は15%、そして同年から莫大な秘密資金が米国からキリスト教民主党フレー派に流入始めると、1963年の地方選挙で同党は地理最大の野党に躍進し、 1964年の大統領選でフレーは57%という票を獲得するに至った。とはいえ、チリ国内の反共主義勢力や、それを後押しする CIA による必要なプロパガンダにもかかわらず、アジェンデは労働者の男性を中心に支持を広げていた。続く大統領選挙は1970年であったが、アジェンデ政権の成立を憂慮した各勢力は、 最悪の場合、軍事クーデターも辞さない構えで、チリ軍部と接触した。しかし、チリ陸軍司令官のは憲法に則っ,った解決を主張した。1970年の大統領選挙、9月4日では、国民党とキリスト教民主党がそれぞれ候補を擁立する中、アジェンでは、従来の人民行動戦線から参加政党が拡大した。 人民連合の統一候補として出馬し、得票率が他の2候補を僅差で上回り主位となった。憲法の規定に則り、主位のアジェンデと自伝のホルヘア・レッサンドリ、国民党による決選投票、10月24日が議会で行われることになった。米国のニクソン大統領は9月15日、この決選投票でのアジェンデ当選を何としても阻止するよう、 キッシンジャー大統領補佐官と CIA に命じた。手段は問わない。資金面の遠慮も不要とのことだった。この命令を受け、CIA は議員買収と軍事クーデターという日本盾の暴略に着手したが、議員買収は思惑通りにいかなかった。一方の軍事クーデター計画の一環として、CIA はシュナイダーの排除をも論み、軍部の反シュナイダー派に、 機関銃と銃弾を上とシュナイダーは10月22日に銃撃された、25日に死亡。しかし、この暗殺は完全に裏目に出ることとなった。シュナイダー暗殺に反発して、キリスト教民主党がアジェンデ支持に回ったことにより、153対35の大差で、アジェンデが大統領に選出され、世界史上初の自由選挙による社会主義政権が成立した。 就任後は人民連合の工業に従い、重要な産業の国営化と農地改革を進めた。外交面では広く世界に友好国を探し、キューバやソ連との友好も促進した。ただしそれはあくまでも台米依存から脱するためであり、共産権と特別な協力関係を結ぶことは考えておらず、ソ連の側も地理と親密な関係を結ぶことは考えておらず、 そのことを、米国政府も認識していた。同時期に、隣国ペルーで、ペルー革命を推進していた、フアン・ベラスコ・アルバラード政権との友好関係も、確立され、アジェンデはベラスコを同志として称賛した。決戦投票前に、アジェンデ就任阻止を狙って、隠し工作を仕掛けた、米国のニクソン政権は、アジェンデ就任後も、彼の政権を打倒するための軍事クーデターを、 画策し続けた。地理の経済を混乱させ、地理国民に絶望感を抱かせ、それを口実に軍が動くよう仕向けるという工作を推進した。まず最初に手がけたのが金融封鎖だった。米国の政府機関による対地理融資を禁じ、米国の銀行及び国際金融機関に対し、地理に融資を行わないよう圧力をかけた。 チリの輸出収入の80%を占めていた道の輸出と生産を妨害する工作もった。さらに、金融封鎖に起因する物不足を口実に、空鍋でものあるものを富裕層の婦人連に実行させた、1971年12月。これは、すべてのチリ人女性がアジェンデに反対しているように、見せかけることを狙った工作で、ファシスト組織の協力を得て実行された。また、 トラック所有者協会に資金提供し、トラック所有者たちに長期にわたるストライキを完工させた1972年10月と1973年7月。このストライキは地理の流通を麻痺させ、地理経済に大きな打撃を与えた。さらには中間層から支持を得ていた地理最大の政党であるキリスト教民主党に秘密資金を注入し、 アジェンデ就任時にはアジェンデを支持していた同党をクーデター指示に転向させることに成功した。こうした国外からの妨害工作は見事に成果を上げ、物不足とインフレを招いた。それに加えて、アジェンデ政権の経済的失勢を指摘する声もある。当初、アジェンデ政権のペドロ・ブスコビッチ経済相の経済政策は政府支出の拡大、国民の所得引き上げによって、 有効需要を生み出すことにあり、そのための手段としての賃金上昇政策と農地改革採用された。人民連合の綱領でも歌われていた、この農地改革は驚異的なペースで進み、フレイ政権が6年間で収容したのと同等の農地面積が就任してから1年で収容された。地主には30年国債という形で支払いが行われた。さらに、 それまでチリの銅産業を支配しており、チリの税制からチリにとって極めて不利な資本流出を起こしていた。アメリカ合衆国系のアナコンダカッパーマイニング、カンパニーとケネットカッパーカンパニーなどの外資系の鉱山会社が国有化され、コデルコに統合され、チリの銅山はポンチョを着て白車をつけ、チリの下に戻った。コデルコはその後のピノチェット時代にも民営化を逃れ、 チリ政府の巨大な歳入源として存続した。ちなみに、この銅山の国有化は、チリの国会で、全会一致で可決されたものである。その国有化法は、公正なる保障を原則としており、過去における過剰利益を保障額から差し引くことを可能としていた。過去の過剰利益を計算した結果、保障額よりも、控除額の方が大きくなってしまい、原則は優勝だったが、 実質的には無償という結果になった。これについてニックソン政権は無償で接収したと懸念したが、チリの会計検査員は国有化法を支持し、補償は不要との決定を下した。こうした政策に関連して、地理の外貨準備が1971年末に3000ドルにまで減少するなど、急速に底をついたのは、 地理経済の実力に見合わない支出拡大のせいだったとする説がかつては聞かれた。とはいえ、軍事クーデターを引き起こすべく、ニクソン政権が実行した金融封鎖政策と国営同産業に対する妨害工作、トラック所有者に実行させたストライキが地理経済に深刻な影響を与えたのは身である。結果的に民間投資は激減し、さらなる資本流出が進む。 悪循環が生じた。クリントン政権期に膨大な数の公的文書が機密解除された現在では、ニクソン政権による金融封鎖その他の経済格乱工作さえなければ、アジェンデ政権の経済運営は順調に行っていたとする説が有力である。米国のニクソン政権は、キリスト教民主党を右派、フレーパに対する資金提供を続けた。その結果同等は、 右派が牛耳るようになり、1971年末、頃から同党は他の野党と共に人民連合政府を批判するようになった。さらに1972年6月には人民連合内部での路線対立が先鋭化した。アジェンデはキリスト共民主党との妥協を図り、社会主義的な経済政策を追求するブスコビッチ経済省を更迭し、 経済回復を重視する方針を打ち出した。しかし、経済の衰退に歯止めはかからず、チリ国内では悪性のインフレが進行し、物資が困窮し、社会は混乱した。すべては、ニクソン政権が描いた筋書き通りに進んだ。同年9月に、トラック所有者連盟のストライキが始まったが、このストは10月に入ると、全国的な規模に拡大し、1ヶ月以上続くことに、 なった。このような国内の混乱に対抗し、内戦の危機に備えてアジェンでは、軍から立憲派の陸軍司令官、カルロス・プラッツ将軍を入閣させた。トラック所有者のストは11月に収束したが、経済の衰退に歯止めがかからないことには変わらず、極右と極左の衝突、混乱は激しさを増すことになった。こうした混乱の源泉は、米国政府とその背後にある、 米国多国籍企業にあることをアジェンデは見抜いていた。彼は1972年12月国連総会の場で地理の現状を訴え多国籍企業の蛮行を休断した。とりわけ長年にわたって地理の銅を搾取し続けた米国企業については次のように手厳しく言ってスタンディングオベーションを浴びた。これらの企業は地理の銅を長年にわたって搾取してきました。 過去42年間だけで40億ドル以上の利益を地リから持ち出しましたが、彼らの初期投資は3000万ドルに過ぎません。これがチリにとって何を意味するのかを示す痛ましい例を挙げましょう。我が国には生まれて8ヶ月の間に最低限の量のタンパク質が与えられなかったがゆえに、通常の人間らしい生活を送ること生涯できないであろう。子供たちが60万人います。 40億ドルもあれば完全に地理を変えることができるでしょう。その額のごく一部だけでも、我が国のすべての子供たちのタンパク質を確保するに、分なのですと、この主張の根拠については、引用元を参照。前説の経済的混乱は、労働者からは、反対派による陰謀とされ、結果として労働者の団結を促進する結果となった、とする説もある。いずれにせよ、 1973年3月の総選挙で人民連合は大統領選よりさらに得票率を伸ばした。こうした状況に直面したニクソン政権及びシカゴ・ボーイズと呼ばれるシカゴ学派経済学者はチリの民衆が社会主義に憧れていることを悟りチリ社会を根底から作り変える必要があるとの決意を固めた。シカゴ・ボーイズたちは ミルトン・フリードマンの教えを受け、チリを自由市場経済、今で言う、ネオリベ経済の実験場にしようと目論んでいた。つまり、徹底した弾圧によって、チリ民衆を沈黙させるしかないとの決意を固めた。チリ全土で、ストやデモが勃発する中、6月29日には、陸軍の一部将校らが、首都サンティアゴのモネダ宮殿、大統領官邸を襲撃するが、 フラッツ将軍の軍への統制による努力により、このクーデター未遂事件は失敗した。この事件に際して、個々の職場を守るようアジェンデが、労働者に呼びかけると、500以上の工場が政府の直接統制に置かれた。とはいえ、生来の内戦嫌い、武装嫌いだったアジェンデが武器の使用を禁じたため、労働者と軍の間での内戦の危機は避けられた。この未遂事件を受け、 チリ軍部も CIA もクーデターマイナス結構はまだ時期尚早と判断した。しかし、米国から潤沢な資金援助を受け続けていたキリスト教民主党はクーデターという事態になれば軍は自分たちに権力の座を譲るだろうとの計算のもと8月22日アジェンデ政権を違見とする決議案を会員で採択した。これにより軍部にとってのクーデターの正当性が確立し、 それまで、チリ軍部を支援し続けてきた米国政府を喜ばせる、行動に出る機運が上層部で盛り上がった。そうした空気を察した、陸軍総司令官プラッツ将軍は内戦を避けるため二十三日に辞任した。そしてプラッツが公認に推薦したのがアウグスト・ピノチェト将軍だった。この時点でピノチェトはすでに秘密裏にクーデター派と接触していたが、プラッツもアジェンでも、 ピノチェトは政府に忠実だと信じていた。ピノチェトも翌24日の就任式で政府に対する忠誠を誓った。クーデターを煽る CIA の動きを察知していたアジェンデは自らの政権の信任を問う国民投票に訴えようとした。彼は9月9日、ピノチェトに近日中に国民投票の実施を発表するつもりだと伝え。これを聞いたピノチェトは同日、 海軍と空軍のクーデター首謀者と相談し、結構の予定日を当初の14日から11日に早めた。翌10日、それを知らないアジェンデは、閣僚会議の場で発表の日を11日と決定した。しかし、アジェンデの声が国民の耳に届く前の11日早朝、陸海空3軍のトップとガラビネーロス、国家警察隊のナンバー2が協力して、クーデターを引き起こした。 アジェンデは、クーデター軍と大統領警備隊の間で銃弾が飛び交う中、国民に向けたラジオ演説を6度行った後に死亡した死因については口述。ちなみに、その6度の演説の中で武器を取れと呼びかけることは一度もなかった。ピノチェトがクーデターの陰謀に加わっていることをアジェンデが悟るのは、この11日のクーデターの最中のことである。 ラテンアメリカでは現在でも9.11というと2001年のアメリカ同時多発テロ事件ではなく1973年のチリクーデターを指すことも多い。先日のプラッツ将軍はクーデター直後の9月15日アルゼンチンに亡命するが翌年9月30日にブエノスアイレスでピノチェとの創設した秘密警察の仕掛けた車爆弾により妻と共に暗殺された。 シリクーデターの後、首謀者の一人であったピノチェトが最年長だからとの理由で軍事評議会の委員長に就任。その後、自らが創設して、自らに直属する秘密警察ジナを使って、ライバルを遠ざけ、独裁体制を固めた。また、経済の知識のなかったピノチェトは、フリードマン参加のシカゴ・ボーイズを経済顧問に迎え、それに盲従して純粋な資本主義、 自由市場経済政策を推進した。その結果、中産階級は消滅し、ごく一部の富裕層と大多数の貧困層に二分される社会になった。つまり、アジェンデとは、正反対の考え方の経済政策が、恐怖政治によって、チリ民衆に押し付けられる結果となった。それと、並行して、アジェンデと同様の自主独立ナショナリズムが、 ラテンアメリに広がることを恐れた米国は、ラテンアメリカ諸国に対する恐怖の見せしめとして、また、他国籍企業にとって、都合の良い経済体制の国として、ピノチェと独裁政権を支援し続けた。その17年にわたる、軍事政権下で数千人、数万人という説もあるの、反体制派の市民が投獄、処刑された。国外に避難した者は100人のうち2人と、見積もられている。 経済面では、ピノチェとは、シカゴ・ボーイズの助言に忠実に従ったものの全く、好転する気配は見せず、1974年には375%というインフレを記録した。もともと富裕層を飛ばせることを考えていた、経済政策だっただけに、貧富の差が拡大するのも、当然のことで、自由貿易主義と貧富の格差という地理特有の状況は、今日も引きずっている。 なお、ピノチェと政権時代の国家や社会を構成する様々な指標の統計は民政復帰後から2011年現在に至るまで、チリ政府のウェブサイトでも、国連やその他の国際機関のウェブサイトでも、確認不可能な統計資料として空白になっている。一般的に独裁政権下では、国家や社会の統計は非公開であるか、公開されても民主主義国と比較して、 信用度が低い。そのため、今日においても検証が困難となっている。ピノチェト政権を経済面でも物資面でも、軍事面でも支援し続けた米国政府は、1986年の残虐事件、日炙り事件をきっかけに、対、ピノチェト支援が、米国内で議論の的になるまで、一貫してピノチェトを支援し続けた。また、 ピノチェと軍事政権による人権侵害も目殺するだけでなくプロパガンダ工作によって隠そうとし続けた。アジェンデの死因について、クーデターを率いたピノチェとは当初、モネダ宮殿で、キューバのフィデルカストロから送られた自動小銃を使い自殺したと発表した。しかし、そのフィデルカストロから私の良きとも、サルバドール・アジェンデへという刻印が彫られた金板が、 取り付けられていたとされる銃も弾も見つかっていない上、軍は遺族に遺体を見せなかったため、長年、軍との交戦による戦死もしくは、軍によってその場で殺害されたとの説も根強く、論じられた。2011年5月23日、チリ司法当局は、長年の論争に決着をつけるため調査を行い、アジェンデの遺体を墓所から発掘し、外国人も含む専門家チームによって、 官邸を始めた。7月19日、チリ政府は、カストロから送られた銃によって、自らの頭を撃ち抜いたことが確認されたと発表し、娘のイサベルアジェンで上院議員も、この結果を受け入れることを表明した。チリ国内では、ピノチェと同様、評価は未だに二分されている。親ピノチェと派、つまり、新米の特権階級だったもの、ファシスト組織のメンバー、 ピノチェとのネオリベ政策から恩恵を得た他国籍企み関係者たちにとっては左展開により国に混乱をもたらした実際に混乱をもたらしたのは軍事クーデターを引き起こすことを狙った CIA なのでこの主張は見事に CIA のプロパガンダにはまった構えなのだがあるいは平等社会を実現しようとしたあるいは銅を地理国民のものにした銅は 今も多くの実業家が民営化したがる国営産業である抱きすべき存在である。一方で、前政権、フレイ政権機に抑圧と貧困を押し付けられた一般地理国民やピノチェとの圧政とネオリベ経済政策に苦しめられた圧倒的多数の一般地理国民からは今でも永遠有資されている。2008年、地理国民はアジェンデを歴史上最も偉大な地理人に選んだ。 モネダ宮殿から一歩外に出たところにはアジェンデの像が建てられている。チリ国内ではピノチェと軍政期の恐怖政治の記憶から今も反ピノチェと反ファシズム、反自由市場経済の声を上げることを控えている。チリ人は多いと推察されている。また、カラカス、ハバナ、パリ、ボローニャ、マドリッド、マナグア、モンテビデオなど中南米や欧州諸国の各地に アジェンデの名前を冠した通りや広場などが続々と建設されている事例は、チリ国外のスペイン語圏の左派勢力を中心に、死後もアジェンデが一定の評価を得ていることが推測される。2017年大韓民国大統領選挙において、共に民主党の有力候補とされていたリアリア家は、2016年に大統領選に向けた訴えの中で反乱軍に、 機関銃を持って戦ったアジェンデの心情で政権交代を超え国家権力の正常化を図るべきな国と国民のために機関銃を持って命を捧げたアジェンデ大統領ぐらいの覚悟がなければ韓国社会のその根深い悪臭と不義を掘り起こすことができるのかとアエンデを引き合いに出した発言をした楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。